レスラーは2008年公開のアメリカ映画。かつてスターだった中年のプロレスラーが、試合後に心臓発作で倒れ、医師から引退を宣告され、自身の人生を見つめ直す物語。ベネツィア映画最近獅子賞、ゴールデングローブ主演団優勝受賞。ランディとステファニーが関係を取り戻そうと一緒に歩く、シーンで使用された。 ニュージャージー州の板敷きの遊歩道1980年代に人気レスラーだったランディタが二十数年経った現在はスーパーでアルバイトをしながら過労じてプロレスを続け思いを寄せるキャシリーに会うためにストリップクラブを訪ねる孤独な日々を送っているある日往年の名勝負と言われたジアヤトラー戦の20周年記念試合が決定するメジャー団体への復帰チャンスと 生き上がるランディだったが、長年のスケロイド剤使用がたたり心臓発作を起こし、倒れてしまう。現役続行を断念したランディは、長年疎遠であった一人娘のステファニーとの関係を修復し、新しい人生を始める決意をするが、バーで出会った女と、セックスと、コカインにふけったせいで、食事の約束を寝過ごしてしまい、ステファニーに絶縁されてしまう。 スーパーの肉売り場で働き始めたランディであったが元プロレスラーであることに気づいた客の一人に動揺させられスライサーで手を怪我する。やけになったランディは仕事を辞めてしまう。家族と仕事を失ったランディはアヤトランス戦でレスラーに復帰することを決意する。会場にはランディの体を心配してキャシリが駆けつけたが リングの中だけが俺の世界だと静止を振り切って、リングに登る。試合中に体調が悪化したランディを気遣って、アイアトラーは、ピンフォールするように耳元で囁くが、ランディはそれを無視して、必殺技の、ラムジャムをファンに披露するためにリングコーナーによじ登り、飛び降りる。主演のミッキーロークレッスするマニア25で映画を、宣伝するミッキーローク当初、制作会社は、 ニコラス・ケージのような大物を主演俳優に起用することを条件に予算の大幅な増加を監督のダーレン・アロノフスキーに持ちかけたが、アロノフスキーは自分が選んだミッキー・ロークを主演に据えることを強行に主張し譲らず、その結果、映画はわずか600万ドルという低予算で制作された。一方、元ボクサーのロークは当初、 プロレスは振付でしかないと考えており、レスラーを尊敬できなかったが、撮影を通して、そのような考え方は変わったという。ロークは、70年代、80年代に活躍した、プロレスラーのアファーアイから3ヶ月間の訓練を受けた。アロノフスキーは、ロークの肉体を、ドキュメンタリーのような、生々しい手持ちカメラの映像で映し出した。アロノフスキーは、映像スタイルは、 素材次第、この物語ではミッキーが自由に動ける遊び場のようにしたかったと語った。プロレスシーンなどでは、ネクロブッチャーをはじめ20人を超すプロレスラーを登場させた。また、プロレス団体ローも会場等で協力した。映画公開を記念して、WWE ではクリス・ジェリコによるミッキーローク批判に橋を発する。 ジェリコ対レジェンドの構想ストーリーが組まれ、ロークも、ジェリコと番組内で、独絶戦を展開。2009年4月のレッスルマニア25では、ジェリコの挑発に乗ってロークはリングに上がり、ジェリコを、パンチで越した。日本での公開日は、2009年6月13日になった。興行収入は、 アメリカ国内だけで26238,243ドルとなり、制作費の4倍以上となった。全米週末興行収入成績の最高位は14位であった。作品全体は、第65回ベネツィア国際映画祭金獅子賞を筆頭に54個の賞を受賞した。ベネツィア国際映画祭の受賞式で、審査委員長のビム・ベンダースは、 ミッキー・ロークの演技を胸が張り裂けそうになるほどの演技と評価した。一方、ロークがだらしない服装で壇上に上がり下品な言葉遣いをしたことは、ベンダースから非常に悲しいパフォーマンスと批判された。主演のロークは第66回ゴールデングローブ賞、主演団優勝を筆頭に各地の映画祭で主演団優勝として22回表彰された。 ゴールデングローブでは主演団優勝以外にも歌曲賞を受賞し第81回アカデミー賞では主演団優勝と助演女優賞にノミネートされた映画批評価からは高い評価が得られた毎日新聞の矢部昭弘はローク演じるランディと対戦相手が試合内容及びフィニッシュホールドへの流れを控室で打ち合わせたりさらには 肉体改造のためステロイド剤や苦痛を和らげる、目的の鎮痛剤をはじめとする大量の薬物を購入する光景など、バックステージでのレスラーの赤裸々な描写が最大の見物とし、痛々しい,たいたーローレスラーの生態は、華麗な小ビジネスの残酷な内幕を告発し、その筋肉で覆われた肉体は、商業主義と虚栄に踊らされる現代社会の象徴だと論じた。 読売新聞の田康子は、ランディの姿に、ロークの人生を重ね合わせずにいられないとし、ロークの演技は、ドキュメンタリーのようでもあり、俳優の負の軌跡を鮮やかに役へと昇華した、貴重で美しい映画だとした。映画評論家の稲垣ととよは、ロークの演技に完全にノックアウトされたという。スポーツ報知の関野徹は、自身の栄光と転落の俳優人生をレスラーに、 重ね、老いも、格好悪さも、すべてさらけ出しての熱演であり、ロークの完全復活作だとした。読売新聞の三田育子は、ありきたりの大断演ではない、余韻を残した終わり方を評価した。プロレスに関する著作の多い作家の村松智美は、プロレスの巨実と人生の巨実と同時に描き切った、初めての作品だとした。 プロレスオタクを辞任する作家の深町秋夫は、作品は、プロレスやレスラーに対する愛や敬意に溢れているとし、肉体の限界が来てもリングに上がるランディの姿を、全人類の罪を背負い、究極の責めくを受けたと言われるキリストになぞらえた。劇中、ジア・ヤトラーが、イランの国旗で、ランディの首を締めようとするシーンに対し、イラン政府の高官が米国に抗議する事態となり、 イラン国内では上映禁止となった。ありがとうございます。